こういう意見をしっかりと注意しておいて、アピールしていく、どういう方向に大きな変換する必要があるのではないでしょうか。農薬の変換を図るのか、本日のエクササイズで大山智子発表会長、東京都市が応対をさせていただきます。